レバダスデイ1を手に入れるレバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、SOXL 年末までね、上昇したら何ドルぐらいまでになるのかというのをね、大胆予想していきたいと思います。その時に SOXS ですね、インバースの方も何ドルぐらいまで下がっているのかっていうのも予測していきまして、そして、 ちょっとね、前回インバース使った時にね、ボコボコにやられてしまったというね、反省をもとに SOXS 使わなくなりましたけれどね、一発ぐらいはね、仕返しをね、してやらないと腹が立つということがありますのでね、ここ仕返しね、することが可能なのかどうかということで、まあ、ちょっとね、SOXS の方の差し値もね、考えていこうということで、年末 SOXL はどこまで上昇しているのか考察。 そしてビットコイン、ナスダック100、先物の,の方はね、すでにマーケット開いておりますので、チェック。T999、こちらの方をね、差し値、買うにしろ、売るにしろね、これぐらいの、ね、価格になっていくのか、予測していきたいと思います。それでは今日も盛り沢山の内容で、レバナス作戦会議と言いながら SOXL の差し値を考えますけれど、スタートです。 はい。ということでね、いつも通り国債の利回りから見ていきましょう。米国債利回り10年もの3.87、若干低下。 2年もの4.39、若干低下、3ヶ月もの4.13、若干上昇ということでね、まあ、高値圏内でレンジに入っている模様です。動きの模様とはね、そう大きな動きはありませんので、まあ、ここですよね、はい、次の12月1日、12月14日、このあたりで大きく動いていく可能性がありますの、ね、で、まあ、そこをしっかりと観察していきたいと。 ただね、やっぱり10年ものと3ヶ月ものが、ね、もうここまでしっかりと、ね、逆イールドを継続しておりますので、まあ、来年以降、どこかのタイミングでデ、ね、ィセッションの嵐が吹き荒れるということは、ねまあ、間違いないんじゃないのかなと思っております。 ビットコインの方がね、えー、まあ、ガーンと暴落してからね、そこからレンジに入りましたということなので、この後上昇していくのか下落していくのか、まあ、見守っていく必要があるということですよね。今のところ1万7000ドルをね、割れ込んだ状態になっていると。これがまたね、2万ドルぐらいまでね、回復年内にするのかどうかと。その一つの起爆剤となってくるのがこれかなということで、バイナンス CEO が業界支援機器 の方を作ろうじゃないかというような情報が出てきましたので、一時期、ね、ビットコインの方は1万7000ドル台を回復しました、ただしその後はね、下落したということなのでね、さあ、この情報がね、どこまで仮想通貨業界を浸透していけるのかどうかということですよね。サムさんですよね、暗号資産交換業者 FTX が劇的な形で波状したため、基金設立は投資家の信頼回復が目的だとね、説明しましたと。 FTX をめぐる危機で仮想通貨の時価総額は約28兆円失われたと、基金の書斎を明らかにはまだ、ね、していないということなので、まあ、この業界の、ね、支援基金の方がしっかりと設立されていけば、仮想通貨の方も、ね、持ち直してくるんじゃないのかなということで、まあ、このあたりの、ね、情報というのも、ね、追っかけていきたいところですね。さあビットコイン 1>, 1万5000ドル台になりましたので、1万6000ドル終わりましたので、ポイント追加の方をしております。えそしてそのポイント追加をしたトータルでマイナス10.7%となっておりますからね、まあとりあえず1万8000ドル台ぐらいまでね、回復していただかないとえ、このマイナスっていうのはね、消化しきれないのかなと思います。ただ今のところ、レンジに確実に入っているんで、ポイントビットコイン仕込みたいなと思われている方は、今のところは1万5000ドル、このあたりね、 後半で押し込んで入れればあ一安心じゃないのかなと思います。ナスダック100先物の,の方もねしっかりとスタートしてるんですけれど、TDC ケンシャル的には6営業日上昇トレンドを継続中と今日の。 生産者物価指数待ちなのかなということでね、ちょっとレンジに入っているっぽいですよね。ただ上昇局面で待ち構えているということなので、今日22時30分ですね、日本時間、ここで発表される生産者物価指数。これはもうね、CPI、消費者物価指数の 先行指標ということになってますので、生産者の段階でしっかりとインフレが抑制されていけば、それが消費者に届く1ヶ月後、2ヶ月後、CPI の方もしっかりと落ちていくということになってきますので、まあ、このあたりまでね、様子見が入ってたのかなということで、今、レンジになっております。ただしっかりとね、まあ、今日も上昇していくんじゃないのかなと思います。今のところ、生産者物価指数もね、そんなにね、悪い数値が出てくるということはね、ないという予測になっておりますので、まあ、 いい感じの数値が出てきてくれて、今日もしっかり爆上げだというような、ね、状態になってくれるのかなと、ですから、月曜日のマーケットの出来高見るとね、細っておりますから、様子見感っていうのがね、満載で出ているのかなと。 こちらはトップ級の方ですね。T999 の方ということで、まあ、しっかりとね、上昇トレンドは継続していただいておりますので、今日の消費者物価指数でバック上げを期待していきたいところと。まあ、やっぱりね、この T999 の方を見ましても、月曜日、出来高の方は細っているということなので、まあ、ほとんどね、生産者物価指数待ちに、ね、なっているんじゃないのかなと思います。まあ、22時30分ということなので、プレマーケットの時点でね、株 他には織り込ままれていいくと思いますからプレーマーケットをね、えー、今日しっかりと見ていれば、まあ、上昇するのか下落するのかというところがね、まあ、意外と見て取れるのかなと。えー、ただ、えー、昨日陰センつけてますけれどもマイナスのね、えー、前日比マイナスもつけてますけれども、まあ、基本的にはね、えー、上昇すざ、ね、まじい上昇がありましたので。 ちょっと一息ついたと。ハーバーブレイクということですよね。はい。そこから、昨日、しっかりと休憩しましたのでね、今日は上昇していくんじゃないかというふうに考えております。 えー、T999 トップ9の、ね、詳しい、ね、1日の流れということになっているんですけれど、まあ、基本的には、ねえー、上昇していったんですよね、えー、ですけれども FOMC メンバーの2人ほどが高派な発言をしたということで、ねえー、後半ガクンと落ちました、えー、ただし時間外取引では多少、ね、巻き戻しの方がありまして、えー、プラスの方に動いておりますので、まあ、いい感じで、ね、今日も上昇していくんじゃないのかなと、えーまあ、下落、上昇を、ね、広げながら最終的には上昇していく。 んじゃないかと思ってます 時間外取引の方で22.17でフィニッシュしてると、そして月曜日のマーケットの最安値が21.82と、52週の安値は16.32となってますけれど、まあ、基本的に私は上昇するんじゃないのかなと思ってますので、まあ、今のところ22ドルをね切っていれば、まあ、購入したい人は購入してもいいのかなとただ私は来年も一発ね落ちると思いますので、まあ、今のところ無理してこの T999 を保有する。 必要はなないいのかなと思います、えー、ただ、資金的にいやさ余っているのになんかこれ、株に変えておきたいんだと言われる方であれば、T999、えー、こちらの方もね、まだまだ安値圏内だとは思いますので、もうちょっとね、SOXL とリスク分散したいんだと言われる方には、うってつけの商品じゃないでしょうか。さあ、我らが iFree レバレッジ、ナスダック100、ダイワレバダンスの方は19,226円ということでね、まあ、しっかりと19,000円を回復してきました。 楽天レバナンスの方は4561円ということなんですけれども、月曜日のマーケット QLD がマイナス1.8%なんで、火曜日。 ダイワレバナスの予想価格は、あちょっとね、19000円切っちゃったということで、18,879円、楽天レバナスは4,478円ということになっておりますので、楽天レバナスの設定来最安値三、ね、千七3,783円からね、まだそれほどかけ離れておりませんので、スポット購入ランプは激しく点灯しております。ただ、11月いっぱいぐらいまでいきますと、このスポット購入ランプの、ね、激しく点灯というのはおそらく消えていくだろうと。定期 積み立てのみにね変わっていくのもそう遠くない未来ではないかなと思ってます。 さあ絶対に負けない取引ということで、ね SOXL を使っていけばね短期であろうが中期であろうが長期であろうがね負けませんよという、ねただデイトレだけは無理ですという話になってきます。マネックス証券で保有しているので、私、絶対今日ねマイナスになっているわと思ってたんですけれど、見てみますと、かろうじてプラス0.17%、えー、プラスになっているということだったので踏みとどまったと、トータルリターンマイナスにならなかったということでね。 まあしっかりと上昇していただきたいなと。えー、さあここからがね後半戦になってきます。何かと言いますと、S O X L ね、えー、年末までしっかりと上昇していった時に。 どこまで値段が上がっていくんだということでね、まあ、そこの予想をしておこうと、えそしてえ年内に離閣されたい方、この、ね、えポイントまでいけば、利確してもいいんじゃないかという方もね、多く出てくると思いますので、えまあ、そのあたりをしっかりとと、えただね、あの12月いっぱいまで上昇していくというためには、2つのね、条件をクリアしていかないとダメです。それが12月1日に出てきます、PCE コアデフレーターの方ですよね。えこちら こちらの方もしっかりとインフレの数値が緩和しているというデータが出てきて、そしてその後12月14日の FOMC で0.5の利上げが決まって、そして来年以降、ちょっとね、様子を見る、金利上昇の方は様子をね、CPI とかの。 兼ね様子をね、見て、うん、ね、えー、こう、上げていくか、あね、そのままにしておくか考えますとかっていうね、えー、まあ、若干は初ほわ寄りなね、ことを言ってくれれば、買うか、爆上げと。えー、逆に12月14日の FOMC で、またパウエルさんがね、た、え、か、ー、なこと言ってしまえば、オーマイガーということになってきますので、まあ、この2つのイベント、しっかりと乗り越えたらという条件はつくんですけれど、12月末ぐらいまでね、SX がいいいくらになっててるのか計算していきたいと上昇を、ね、どれぐらいしていくのかというのを見ていきたいので、まずは7月5日、10.55にね落ちておりました。これは10.53かなともいう気もしたんですけど、ちょっとトレーディングビューの方でピュッと見た時にね私には10.55だったんで、まあ、10.55で計算しております。これが約1ヶ月後、8月4日にね上昇した時に 22.24まで上昇したんですよね、7月5日から8月4日、1か月間で。その時の上昇率っていうのが2.108倍ということになっております。そして今回、10月の13日にね SOXL の52週の最安値、そこを掘りました。その時がが6.21と。 そして11月の14日、1ヶ月経ちまして、今の SOXL の一番、ね、上がっているところで見ますと、13.41まで上昇したわけなんですね。これ、終値ベースではありません。上ヒゲのところで見ております。ということなので、ここも、ね、約1ヶ月間で2.159倍、ね、上昇してるんですよね。 ですから、今の SOXL が1ヶ月しっかりと上昇した時っていうのは、2.1倍までは上昇するんじゃないかというね仮説が立って,ていけることになるわけですよね。そうしますと、12月15日、1ヶ月間経った後の SOXL の価格っていうのは28.16ということになってきます。ここから12月の30日までまだ日にちがありますので、しっかりと上昇していけば、 SOXL が今年中にね、うまくいけば30ドル超えている可能性もあると。28ドル付近ぐらいまでだったらしっかりと上昇していく可能性を秘めているという、ね、データの方が出てきましたので、まあ、28ドルということであれば。 私のマネックス証券で保有しております SOXL ですね。こちら12.95とめんどくさいので13で計算しますと、なんとね、1株当たり15ドルもね、利益が取れます。そして今、 保有数量が224ありますので、全利格しますとね、3000ドルオーバーね、多分税金引いたとしても3000ドルオーバーのね、実現利益っていうのがね、手に乗るんじゃないかということで、うわうわしているという、ね、状態になってますので、まあ、なんとかね、28.16を超えていって、年末までにね、クリスマスラリーということで、30ドル超えてきていただければ嬉しいかなと。ただし何度も言いますけれど、12月の1日、12月の14日、この2つの のイベントを乗り越えていかないと、この数値には手が届きませんと、さあ、どうなっていくんでしょうかということですね。えー、そして、その時 SOXS ならどうなるんだということでね、えー、見ていきます。SOXS、11月14日、33.23という、ねえー、ことになっておりますので、えー、12月15日、えー、こちらまでね、えー、しっかりと下落した場合は、15.82ドルまで落ちる可能性があるということに、ね、なってきます。 えー、ということなので、まあ、今年中にわざわざ、ね、インバースの方を仕込む必要はないとは思いますけれどもね、1、えー、つの仕込む、ね、目安ということで考えていけば、インバース SOXS が14.85ドル以下になっていれば、ね、こちら、しっかりと差し値入れていったとしてもね、ねそんなに言うほど、えーね、あの大赤字になるようなことはないんじゃないかということになりますので、まあ、年明け以降、えー、ちょっとインバース1回だけでも、ね、使って、えー そして前回のねマイナス部分っていうのをね取り戻したいなというふうに考えてますんで、指し値、ね、ポイントは今のところ14.85ということで考えております。年末になったとき、本当のね SOXL、SOXS SO の価格がね決まってきたときに、もう少しねこの辺り軌道修正していきたいかなということで、今のところは SOXS は14.85、ここに、ね、なれば購入してもねいいのかなと思ってますけれど、ちょっとインバー の方はね、もう少しきつめのね、差し値でもいいのかなということで、まあ、14ドル以下とかね、まあ、これぐらいにならないと購入しないというような力強いね、意思のもとに、ね、やっていけばいいのかなと、まあ、今年いっぱいは私のね、予想では上昇するんじゃないかというふうに考えておりますんで、まあ、今年いっぱいしっかりと上昇して、来年のね、 1>, 1月、2月、3月、どこでね、もう一度下落が来るのかというところをしっかりと読み切って、インバースは使っていきたいかなというふうにね、思ったりもしております。SXL はね、基本的には、もうね、どのタイミングで購入したとしても、ちょっと塩漬け期間が長いだけで、必ずね、高値を復活していってくれるということなんで、安心感はありますけれど、やっぱりね、インバース、軽い気持ちで手を出しますとね、大やけどするという、ね、ことを前回学びましたので、 まあ今回はね、しっかりと間違えることなくね、刺し根はかなりきつめにね、入れていきたいというふうに考えております。最悪買えなくてもいいぐらいのね、刺し根でガッツリと保有の方をね、していければ、来年ワンチャンスね、またいいことがあるのかなということで、さあ、来年のことを言うと鬼が笑うと言いますので、今年 SOXL がね、無事28ドルを超えてくるのかどうか、しっかりと観察していきたいということがありますので、今日も23時からライブ放送の方から。 かけていきます、えー。皆さんのご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。